ギオーム・シャルリエは、ベルギーの彫刻家である、イクセルの労働者階級の息子に生まれた。父親はシャルリエが15歳の時に亡くなったので、家族の生活のために、鋳物の工場の見習いとして働き、その後、彫刻家のギオーム・ジーフス、ヨーゼフ・ジーフス兄弟の弟子となった。最終的に彫刻家、ウジェーヌ・シモニスの弟子になり、ブリュッセル王立美術アカデミーの夜間コースでも学び、 1879年のアカデミーの卒業制作の展覧会に出展した作品が画家で美術コレクターのアンリバン・クッツェムに気に入られ作品が売れるようになり1880年から1882年までパリへ彫刻の修行に出ることができたエコール・デ・ボザールでピエール・ジュール・カバリエの指導を受けたベルギーに帰国しシャルル・ヴァンデル・スタッペンの工房で働いた 1882年にベルギーのローマ賞を受賞し、イタリア留学の奨学金を得てフィレンツェに留学し、その後パリで活動し1885年と1886年のサロンドパリに出展した。1885年にベルギーの展覧会20人展に招待され、彫刻家のジェフランボーが大会した後、会員に選ばれた。 多くの記念碑も制作したが、一般の人々をモデルのした作品も制作した。結婚後、1890年からシャルリエは有名な建築家、ビクトール・オルタによって改装されたワン・クッツムの屋敷で暮らした。シャルリエの没後、邸宅とコレクションは寄贈されて、公立の美術館、シャルリエ美術館になった。ありがとうございます。